時に写真嫌いの弟の家を探すのがなかなか大変で、やっと見つけた一枚。僕も今のうちに家を用意しておこうと、画家の光くんに頼んだ。油絵で描いてもらったのさ。お気に入りの家。さよならふるさとさよなら友達さよなら愛しい人よさよならふるさとさよなら学びやさよなら愛しい人よ。家は茶色い段ボール箱に入って赤い紐で結ばれていた。ドキドキしながら箱を開けたらなかなかいい顔が出てきた。うっすらと白い色がもやのようにかかっていて、マフラーを巻いた顔に雷のかつらかぶってた。さよならふるさとさよなら地球さよなら教え子たちよさよならふるさとさよなら愛しいあなた。わかることとわからないことといろんな表現あるけれど、面白いこととつまらないことといろんな表現あるよね。僕と光くんはしばらく話す。そしてまた歩きながら春の光を浴びながら、面白いことが一番だねとうなずく。お気に入りの絵。また歩き始める。